目が覚めたか。あ、はい。ここは、あそこが俺たち土犬族の隠れ家だ。ハートプリンセスとの戦いで負傷したお前を連れてきた。私、あんな力の暴走がなぜ起こったのか俺にもわからない。もう帰るね。無理するな。一晩休めば大丈夫だろ。少しは歩けるか。あいつどうするつもりかな。ここに人間を連れてくるわ。しかもハートプリンセス。草之助め、黒歴史を繰り返すつもりか。やばいよね。双子守たちに知られたら厄介だ。第7話、忘れ名の里。俺たち土犬族の故郷犬里は600年前、先代のハートプリンセスたちの侵攻で滅ぼされた。月猫に操られた人間どもの手でな。その中で我が一族の英雄フサチが一人のプリンセスを味方につけた。そして彼女の力を借りて崩壊する犬里からこの地へと一族を導いた。自分の命と引き換えにな。月猫族を裏切ったプリンセスはどうなったの？わからない。プリンセス同士の戦いの最中、姿を消したらしい。お前には話したよな。ハートプリンセスはこの星の生命エネルギーであるアメツシのマナを集めるための道具だと。それが心の玉。どうするかはタマキ、お前次第だ。俺たちと共に進むか、滅びゆく平穏の日々に戻るのか、お前の心が欲する道を選ぶといい。この町は月の町。町ための生贄されど、なれの定め。どうしたの、はるかちゃん。おい、どうした、ハニー。違うと思う。ん？はるかちゃん、あの、なんだ。セリフが違うと思います。違うとはどういう意味だ。やばい、あそこは金森が書いたセリフだよ。うわぁ、違うんです、こんな気持ちじゃない。気持ちだと？なんだ貴様、その一発の女優のような口の引き方は。でも、まあ、いいだろう。次の練習までにお前が考えてこい。はい。まだ気にしてるの、はるかちゃん。なんか違う気がして。昔の言葉は分かりにくいよね。それもあるけど、そうじゃなくて、猫町が望むことが古よりの定めってところ。定めとか尊き命とか、なんかピンとこなくて。ああ、もう忘れ名の里とか行っちゃおうかな。忘れ名の里？昔ね、お母さんが言ってたんだ。進む道がわからなくなったらそこに行くといいんだって。そこには獣たちの住む美しい土地があったらしくて。獣たちの住んでた土地。けど大きな戦争があって、なくなっちゃったらしい。行ってみたい。ねえ、今から行ってみない？今から？ミュージカルのセリフも思いつくかもしれないし、行こう。どうやって
日の町柳、日の町柳。車掌さん、お聞きしたいんですけど、忘れ名の里ってどうやって行けばいいんですか？滅びの道を進むだけだ。だからダメ、それだけは。ふさち、止めなければ。止める？何だったんだろう、この二人。おい、雪。本当だ。など連れてきよって。わしらは今そやつらと殺し合いをしとるんじゃぞ。すぐ戦いをやめなければ。犬里は、犬里、いや、この星そのものが滅びてしまう。俺はこのフイサと共に世界の秘密を垣間見てきたのだ。そうです、私たちはこの星のエネルギーを奪おうとする火の神というものに戦いを強いられてきたのです。まずは私たちとの休戦を。やめろ。苦し紛れのザレ言を。好きな子供にいいように操られてきた主ら人間どもに何がわかる。好き猫、日の神。この星を汚してきたのは人間だめや。お前らの自業自得に藁を巻き込むな。さじめ、安いまややしにはめられおって。それが月猫のいつもの手なのじゃ。族長、大変です。どうしたのじゃ、その傷は。大丈夫か、しっかりしろ。奴らが攻めてきます。それとなんだ、人間じゃないか。きっとその女が連れてきたんだ。そんな、私は。違う、聞いてくれ。そんなんじゃない。人間が何も分かってない。みんな何も分かってないんだ。なんとかしなくちゃ。
黙っておれ。来たか。フリュセ、一人で里に乗り込むとは水臭いぞ。戦ってはダメ。お前まだあの男のことを。そんなんじゃない。私たちは月猫族に、いえ日の神に騙されていたのよ。騙された？あの犬にそこまで惑わされたか。フユセ、なぜお前は戦わない？ナマサ！フユセ、全然ダメ、信じてもらえなかった。フユセはここにいる者たちと一緒にまっすぐ北を目指してくれ。そこにはまだ滅びを免れている土地がある。サジは？俺は里に残る。この怒りの炎はもう消えない。もっと大きな力で消すしかない。それって戦うの？違う。この争いの全てを吹き飛ばすのだ。星がなくなるか、この戦がなくなるか、二つに一つだ。私が変身する。私が。それでは何も変わらない。じゃあどうすればいいの？戦いを終わらせられるかもしれない。禁断の術式だが、こいつを使えば。まさかそのかけらは。あれって、みんなよく聞いてくれ。ここからまっすぐ北へ行くんだ。早くしろ、走れ。行くぞ。あなた一人では行かない。
ない。フリーザ、お前行きましょう。一緒に。私が守るわ、ハンターを、あなたの一族を、この星のすべての生きるものを。ありがとう。今日の旅はいかがでしたっしゃ。車掌さん、元に戻ってる。600年前を旅されたのだっしゃ。ターシャリーアセンションの被災地、それがこの忘れ名の里だったのだっしゃ。ターシャリー、この星の滅びを決定的にした3番目の大災厄、ターシャリーアセンションだっしゃ。それって車掌さんが見せてくれたんですか。忘れ名の里は今はもう海の底だっしゃ。もしかしたら海底に眠る誰かの紙面が見えたのかもしれないだし。次は日の町柳、日の町柳。思念。5678、かけて。1234。糸おかしげなる声、胸ジンジンと鳴る心地す。名はタソ、やつかれは旅となり。何ぞ去るマナコにて青を見よる。私が守るわ、あなたを。待ちために生贄とはなでかしこと。いざしかし、こなたが彼を守りましょう。あなたの友柄を。ありがたし、しかれども、あはこの待ちために命をかくる定め。定め。戦いを終わらせられるかもしれない。サリア、イニシエよりの出場。タマキ様。勝手にしろ。よっしゃー、よかったですわ。さすが、ハルカ。よかったな、タマキ様。来たよ、犬里。え？フサジさんにも会ってきたよ。600年前のことだぞ。けどね、会えた。一つ聞いていい？なんだ？なぜ、何のために月猫族と戦うの？なぜって…かな。私、ブラックプリンセスになるよ。え？何だと？その代わり、条件があるの。条件？もう在住を使って街を破壊するのをやめてほしいの。私が他のプリンセスから心の玉を取り返すから。わかった、約束する。そのようだな。だがちょうどこちらも次の手を打ったところだな、ふたこもりくん。最強の在住ヒュベレーバニア、君ならば使いこなせるはずだ。